はい、コツの趣味部屋へようこそ。今回ご紹介するのはね、目の前にありますが輸送箱の状態なので、早速この箱から出してみたいと思います。はい、じゃん、ということでね、はい、出ました。こちらね、グランディスタですね。高級アパレルブランドショップマスターマインドジャパンとねコラボしたナルトです。はい、いやこれね、プレミアムバンダイで予約してたんですけれども、一目見た時にもう速攻ポチっちゃいましたね。いやこれマジクソかっこいいと思ってね。このね、黒、まあ基本ベースが黒なんですよね、もうマスターマインド自体のカラーリングが。それに金のドクロっていうね、この組み合わせめちゃくちゃかっこいいと思ってね、早速購入させていただきました。で、届きましたんでね、今回はこちらをね開封してご紹介していきたいと思います。まあ、とりあえずね、この外箱の状態、この状態でもうね、金、ここにね金のドクロの白押しが入ってるんですよ。めちゃくちゃかっこいいな。はい、こんな感じでね、金のドクロの箱押しが入っている箱、この箱自体でかっこいい、まあ、この状態で飾ってもねいいんじゃないかぐらいのかっこよさ。はい、ということで、とりあえずねこちら外箱をね回転させて見てみたいと思います。はい、ということでね、箱も回転させて見てもらいましたが、めちゃくちゃかっこいい。この箱自体の大きさがね、SMSP と同じぐらいの箱の大きさですね。かなり大きいです。はい、まあ、グランディスタシリーズ自体がね、大きめのフィギュアシリーズなんで、うん。まあ、それにしてもね、いや、この箱マジでかっこいいな。早速、箱からね、フィギュア取り出してみたいと思いますが、おそらくブリスターだと思いますんでね、そこまで持っていきたいと思います。はい、案の定ね、ブリスターですね。ブリスターもね回転してみたいと思います。はい、ということで回転させてみてもらいましたが、早速取り出していきたいと思います。はい、まずね、補助パーツはこんなにね、ここにもドクロマーク、かっこいい。はい、専用の補助パーツですね。はい、ここにもドクロが入ってるってめちゃくちゃかっこいいね。ワンポイントで入っている、いやすっげえかっこいい。でこのね補助パーツがあるんですけれども、台座も別にあるっていうね。はい、見てください、これめっちゃんこかっこいいな。うん、まあ、ここはね別にダバーナとかないんでね、おそらく補助パーツをつけたナルトを普通に立たせるだけの台座ですね。まあ、それか台座として使うんじゃなくて、普通にこのプレートとしてねフィギュアの前に立たしたりすればめっちゃ入ると思うんですよね。まあ、これの使い方はね人それぞれだと思います。はい、では早速ねナルトを見ていきましょう。こちら、いやかっこいい、金が映える、めちゃくちゃ金ですね。うん、額当てがねめっちゃ輝いてる。でここにドクロマーク、うん、ジャージにドクロマークで、ジッパーも金色ですね。めっちゃかっこいい。で、ここのね、うん、ベルト部分も金色。すっげー映えるな。うん、で、ここのね、うん、この二の腕のところのね、このアクセサリーというのかな。これも金色ですね。うん、裏の渦巻きは金かと思いきや真っ黒、漆黒ですね。うん、ここは金じゃないんだ。うん、でこの足の
ところにドクロ2つふくらはぎのところですね。いやめちゃくちゃかっこいい。至るところにドクロが配色されてるんでね、めっちゃこれかっこいいな。いやすっげえかっけえ。ここの渦巻きのところを塗り忘れじゃないよな。ここ金でもよかったと思うんですけれどもね、うん、いやでもかっこいいな。まあ、このねポージングのグランディスタのねあのナルトはね出てますが、うん、それのねカラーリング違いということですね。いやーすげえ。では早速ね補助パーツはめて台座に乗せてみたいと思います。はい、こんな感じでねちょっと立ててみました。いやねこれね台座はやっぱりこうやってなんかかけた方が映えるよね。台座として下に敷くのもいいんですけれども、なんかこういうコースターみたいな感じで、マークだしね、こうやって飾るのがかっこいいかなと思いますね。はい、私はちょっとこれで飾りたいと思います。にしてもこれはめちゃくちゃかっこいい。いやこれは買ってよかったなって思うフィギュアですね。まあすでにね受注も締め切ってると思いますんでね、買うとしたらまたオークションかフリマサイトになると思いますが、ナルトファンならねぜひとも手に取って見ていただきたいと思える商品でございます。ということでね今回のフィギュア紹介は以上になります。この機会にぜひチャンネル登録していない方はチャンネル登録よろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。